とジェイクとの出会いは、ちょっと前にジェイクが、恵比寿に、たまたま遊びに来まして、その時にオーストラリアでドリフトやってるということで、ぜひ恵比寿を走ってくれということで車を用意して走っていただきました。それからの、お付き合いです。はい、スター性ですが、ルックス、身長、手足の長さ、もう申し分ないですね。ぜひチームオレンジで欲しいです。チームオレンジというか私熊久保が、実はモトクロスをやってる頃から、実は15歳から、今42歳なんですけど、27年間の付き合いです。27年間です。あとジェイクに関してなんですけども、ジェイクも、横浜タイヤさんのイベントでジェイクが日本に来日して、その時に恵比寿に連れてきていただいたので、全部横浜つながりということです。はい、ジェイクは、車も、初めてですし、 D1 グランプリも初めてなので、ぜひ最初は、固くならずに楽しんで、もう D1 グランプリを楽しむという気持ちで、参加していただきたいです。はい、今回ジェイクが乗る車は、GDB、インプレッサー STI です。2006年に、このチームオレンジにいた田中選手が、アーウィンデールで、優勝を飾った、そのままの車を使ってます。今回のジェイクのスクールは、チームオレンジが世界中で、行っているドリフトスクールの内容とほぼ一緒で、ドリフトの理論、システムを理解していただいて、それを、実際車で試していただく、そのスクールをやってます。今回チームオレンジは、世界中を回っていますが、初めてオーストラリアに上陸いたします。オーストラリアは実は、チームオレンジが考える中では日本に次ぐ世界で2位の、ドリフトの国じゃないかなと思ってますんで、ぜひ、地元のドライバーたちと走りたいと思います。このチームオレンジのドリフトスクールに参加していただくには、もう恵比寿サーキットに直接来て俺を教えろって言っていただくか、もしくは Facebook、 そして、E メールの方でお申し込みください。はい、担当直人に言いますと、なる可能性は、100% あると思います。もちろんチームオレンジもその素質を、見抜きました。ぜひ応援したいと思います。